それではですね、お住まいになっていただいてから5年ほど経つんですが、はい、今お使いになられているお家の間取りの方はどういった感じですか？間取りっていうのは、もともとモデルルームがとても気に入ったのがあって、はい、でそれをそれに極力まあ近づける形で作りましたんで、予定通りというか、非常に満足しています。ありがとうございます。他にちょっとないような間取りなんで、はい、大変気に入ってます。ありがとうございます。中2階ですとか、はい、段下がりの、お部屋ですとか、はい、そういったのもいろいろ基本の工夫があるんですが、そこの組み合わせがもう絶妙ですから、はい、段下がりは段下がりで使い勝手がいいし、中2階のところっていうのはね、何度も設計はしたんですけど、はい、とても家族全員がこう通るたびに使ってるんで、はい、そこにパソコンいて、半分みんなのこうライブラリーにしてますんで、はいはい、思い通りの形になってます。ありがとうございます、はい、結構コミュニケーションも活発になりますか？そうですね、はい、ありがとうございます。はい、当社の家は、夏涼しく冬暖かいお家ということで、いろいろと、建てさせていただいてるんですけども、実際どうですか、5年間お住まいになってみて、そういったものをよく感じられましたか？はい、夏はやっぱり帰ってくると、まず涼しいなっていう第一印象があります。はい、今、犬を飼っていることもありまして、はい、エアコンはずっと一日中つけっぱなしなんですけれども、はい、設定温度は結構、高く28度なんですが、そうですか、それでも快適に過ごせるぐらいで、電気代ももちろん抑えられてます。ああ、そうですか。オール電化の仕様じゃないですか、はい、で以前お住まいになっていたマンションと比べて電気代はどうですか？そうですね、各部屋にエアコンついていて、はい、フルに使っても一月1万8000円ぐらいが最高だったんですけれども、はい、この夏で1万4000円ぐらいが最高でした。ああ、そうですか。はい、だいぶ抑えられてます。はい、前のマンションの時にはガスも使っていたんですけれども、はい、電気だけで2万近くいったことがありますので、相当カットされてると思います。あ、そうなんですね。はい、あと冬はどうですか？冬も寒すぎるってことはないですね。暖かいと思います。もう暖房1台つけるだけで、そうですね、つけ始めるともうなんか暖かいなっていう感じで、はい、家全体がこう冷え切っちゃってるっていう感じがあんまりないですね。ああ、なるほど。はい、外とこうちょっと独立した感じがすごく感じますけど、うん、それで あと当社の家ですね、結構音に関しても外からの音が聞こえにくくなったりですとか、あと中からの、発する音とかも割と外に出にくくなったりとか、そういったのをお客さんから聞くんですが、実際どうですか、お住まいになられてそういったことってありました？一戸建てになったらこうじゃんじゃんギター弾いてやろうと思ってたんです、はい、でそれで、一応テスト的にですね、はい、息子にギター弾かせて外にも回り込んで一応見てみたんですけど、はい、聞いてみたんですけどね、はい、全然の音が漏れてなくて、はい、これならもう気兼ねなく弾けるなという、そうですね、そういう感じですね。そうですよね。はい、はい、キッチンなんですけれども、どうですか、非常に大きなキッチンでお料理とかもしやすそうだなって思うんですけど、実際どうですか？はい、とてもしやすいです。満足してます。娘がおりますので、うん、2人キッチンに入っても全然狭くなくて、うん、余裕で通れる状態で楽しんでやれてます。はい、はい、それでお住まいになられて当社で家を建てさせていただいて満足度をお伺いさせていただけますか？満足度ってこう点数で言えばいいですかね？あ、そうですね。じゃあ点数でお願いします。そうすると機能面というかデザインの面はもう100点ですね。 ありがとうございます。本当はモデルルームを気に入って、はい、でこの限られた土地の形に合わせてですね、はい、何度も設計していただいたんでですね、はい、本当にこう思い通りというかそれ以上の満足度です。でそれをこう支える形で、はい、実際にこう最新技術なのかどうかは分かりませんけども、はい、その遮音性だとかですね、はい、から特に熱ですね、はい、外ともう
独立した感じで、住めるっていうことで、非常にそちら快適なんで。過ごしやすいですか、やはり住まいになられて。いいですね。あ、わかりました。はい、環境もいいし、形もいいんで、本当に大満足というところです。